よろしくお願いします。皆さん聞こえますでしょうか。はい、ハンガリーで日本語を教えております。若井と申します。今日は翻訳授業での悩みというタイトルでお話をする予定なんですけど、悩みの部分も本当に最後のちょこっとで、今日の午前中に出た翻訳システムがすごくうまくいってしまって、それでちょっと悩んでるって話を最後にちょこっとだけしたいんですけど、それだけだと時間がすぐ終わってしまうので、現在翻訳の授業で何をやっているかということも少しお話ししようと思います。よいしょ。私が勤める大学には翻訳の授業が結構たくさんあるんですね。全員が受けるわけではなくて、翻訳の専攻を、する学生が取ります。で、翻訳演習の1、2、3、4と一般翻訳技術の1、2、3というのがあります。で、私は一般翻訳技術3という科目を担当しています。で、私が担当するとこだけハンガリー語から日本語の翻訳の勉強をすると。あとは全部日本語からハンガリー語に、翻訳するための練習をしています。それで、授業の流れなんですけど、翻訳の授業なんですけど、学生がおしゃべりが大好きというのと、ちょっと通訳っぽいこともやりたいそうな顔をみんなしているので、授業の最初はもうおしゃべりをたくさんしてもらっています。日本語でおしゃべりをした、あるテーマを出しておしゃべりをしてもらって、途中でちょっとメンバーを変えたりして、同じテーマでハンガリー語で一人が話したことをもう片方が日本語に通訳していくという、ウォーミングアップですね。最初はもう日本語で会話して、同じテーマでハンガリー語から日本語の通訳を、楽しんでみるっていうのをやっています。その後で簡単な、会話文っていうものを利用して、まずは普通の日本語の授業のように、その会話文の練習を、たくさんいろいろな方法で、みんなで一緒に読みながらやっていって、シャドーイングも入れて、最終的には、目をつぶらせて私が会話文を読んだら、それをみんながハンガリー語に同時通訳をするっていうところまで練習します。ただ、この授業はハンガリー語から日本語の翻訳の授業なので、その後で同じ会話文のハンガリー語訳を見て、そこから日本語に勉強した会話文なので半分以上覚えていますから、ハンガリー語から日本語に、翻訳、そして最終的には同時通訳までやると。ここまではウォーミングアップなんですけど、ウォーミングアップでも30分以上、とにかくいっぱい話して いっぱい訳して楽しむという授業、ことをやります。その後で、メインとなる翻訳の練習をやります。で、授業が終わった後には、エキストラワークという名前で課題も出しています。宿題にするとやってこないと、ネガティブな評価になりますけど、エキストラワークだとやればポジティブな評価になるということで、やってもらっています。で、そこで、実際に翻訳をしてもらったり、翻訳のルールを作ってもらったりしています。で、授業中も一人で課題をこなすことはあまり意味がないので、クラスにいるいろいろな人の助けを借りながら翻訳してください。インターネットも自由に使ってください。テストでは隣の人の答えを見ることはできませんが、インターネットを自由に使って翻訳してくださいという形でやっています。もう最近は紙にも書かず、PC で、テストを書くということをやっています。母語から外国語に翻訳するときに困るのは、辞書を使って翻訳した後で、自分が翻訳したものが果たして相手にちゃんと伝わるものなのかっていう確認というか、校正というか校閲がなかなか難しいというところです。で、いつも授業、一番最初の授業のつかみでですね、この
ここに下にあるものを見せているんですけど、まあ、これはあのストーリーがあって、ハンガリー人が日本に留学して、日本の大学生がハンガリー人の女の子が好きになっちゃった。でも好きだって言えないから、油菜畑に連れて行って、あなたは油菜です。で私は油菜のようなあなたが大好きで、ちょっと間接的に、その愛を伝える。でも彼は、これをもしハンガリー語でやれば、彼女はもっと喜ぶんじゃないかっていうので、まあ、Google 翻訳を使って一生懸命練習をすると。で、そうすると日本語からハンガリー語に翻訳すると、このハンガリー語訳はそこで赤で書いてあるようにちょっと違う翻訳になってしまうわけですね。でも彼は機械で翻訳したものが正しいのか正しくないのかがわからないので、一生懸命その音を覚えて愛の告白をする。で結局そうすると彼女から殴られて逃げられて終わってしまう。なのでまあこれは極端な例ですけど、頭の中で自分で翻訳したものが相手に伝わるかどうかっていうのが分からないのが問題だということをまあ説明します。でじゃあどうするかっていうんで、一つはまあ調べて考えてルールを作るをやってみようという活動をします。でもう一つは、まあ、ただ辞書調べて終わりだけじゃなくて、もっといろいろな方法で調べてみたら、少し日本人の人が理解してくれるような翻訳に近づくんじゃないかということをやっています。まあ、この授業では文学の翻訳とかではなくて、技術翻訳ですね。仕事で実際にハンガリー語から日本語へ翻訳する仕事っていうのは技術翻訳、会社に勤めていてそこのマニュアルを翻訳したりとかそういうことが多いんで、まあ、そういう練習をするんですけど、まあ、この2つをやります。で調べて考えてルールを作るっていうのは、例えばこのボードグイエーベットというのは日本語に翻訳すると良いお年をと明けましておめでとうに翻訳できます。で日本語は分かれてるんですけど、ハンガリー語は分かれていないんで、こういう日本語にはいろいろな文脈に合わせて翻訳が変わるものを取り上げて、ルールを探していくということをやっていきます。昨日の授業でも、そのクスナムセーペンという、日本語だとありがとうにの言葉があるんですけど、それも日本語にするといろいろな表現に翻訳できるんで、じゃあどういうふうな翻訳が可能で、どんなルールを作ればいいだろうと。学生の方が、なんか仕事をしてもらったお礼を言うときは、お疲れ様でしたがありがとうになるだろうと。で何かをしてもらった感謝の気持ちを込めるときには、すみませんも使えるんじゃないか。でお願いをして、まだやってもらってないけど、まあ、前もってありがとうというときには、よろしくお願いしますがいいだろうと。そんな形で、まあ、辞書には載っていないルールを作るっていう作業をやっています。で、まあ、取り上げているのは、例えばこのイーレットっていうのは、生活とか人生とか、そのハンガリー語だとイーレットだけなんですけど、日本語だと生命だったり、生命体だったり、人生だったり、命だったりとか、いろいろな翻訳が可能なものを自分でその文脈を考えて、ルールを作る。ヤーチックは英語でプレイですね、遊ぶなんですけど、これはもうものすごく数が、ピアノを弾くから始まって映画を上映するとか全部ヤーチックになるので、そういうものを調べます。あと受け身、ハンガリー語には受け身文がないんですけど、三人称の複数形で日本語を使うと日本語で受け身になるんですね。でもただ日本語には調べるとか直すという意味の動詞の場合には、その例えば試験を受けるとか手術を受けるとか調査を受ける、受けるで受けるをつける動詞があって、その場合は翻訳をするときに三人称複数形、調査が行われているとかちょっと違う形でしか通じないんですよね。そういうものを探すとか、あとこのハンガリー語のバとかベという文法は日本語だと何々しながらというふうにも翻訳できますし、なんとかされるというふうにも翻訳されるんで、こういう文法はじゃあどういうシチュエーションだったらどういう日本語に翻訳すればいいだろうというのを、まあ、みんなで考えます。あと記号とか数字も日本語とハンガリー語では使い方が違うので、
まあ、ヨーロッパにいらっしゃる方はご存知だと思いますけど、カンマとかコロンとかセミコロンの使い方、それがハンガリー語でセミコロンが出てきたら、じゃあこれ日本語でどうやって翻訳すればいいのかとか、あと数字も、まあ、大きい数字とか小さい数字、まあフルピリオドの、ね、何点何何もヨーロッパだとカンマで表したりしますので、その違いとか、あとバンとゴーはいつ使い分けるのかとか、あと気温を測るときは 36.5 度だけど体温だと36度5分。じゃあ5分っていうのは 0.1 なのかっていうと、今度は、2割3分4厘とか野球の話が出てきた、3割引きだよなんていうと、今度割が 0.1 の役割になったりするんで、そういうとこの違いを、まあ、みんなルールを考えていくと。あとはみんなアニメが非常に好きなんで、これあんまり関係ないんですけど、キャラ語尾で老人語で翻訳するっていうのもやっています。これがまあルールを作る方ですね。それで、まあ、調べるですけど、まあ、翻訳した後再翻訳してみるとか、ハンガリー語と日本語だけではなくて、英語やドイツ語の辞書も使ってみるとか、画像で検索して、自分が調べた言葉と画像が一致するのかを調べるとか。あと、コーパスの利用も、まあ、Google を使うんですけど、国研究所で出している大きいコーパスなんかも使って、ある助詞には、ある動詞にはどういう助詞が、よく現れるのかとか、そういうのも調べたりします。で、日本語の利用っていうのは、特に経済関係のニュースの翻訳とか、政治の関係のニュースの翻訳って、もう、翻訳する段階で日本語通信社で全部世界中に飛びますから、日本語の翻訳ってもう出てる割合が結構多いんですね。なので自分で全部翻訳するんじゃなくて、まずは同じ内容の日本語の記事がないか探しましょうっていう、その探し方を練習して、それを利用して翻訳をするっていうのを、まあ、練習します。例えば、これはある論文の翻訳をしているときですけど、この黄色い部分、Yole had arkamas にっていう。まあ、問題はこの Yole は英語だと Where って言って、日本語だとよくに当たるものなんですけど、この Where とかよくっていうのは、Yole は非常にたくさんの翻訳の仕方があるんですね。で、下の、まあ、arkamas っていうのは適応するかな。なので、ちょっと見えないかもしれませんけど、まあ、ウェールで出てきた日本語の翻訳と適応するを全部コンビネーション、すべてをコンビネーションの組み合わせにして Google にかけたらどれが出てくるかっていうのを、まあ、学生が調べるわけですね。そうすると十分に適用できるっていう文だけ出てくるんですね。じゃあこれだったら十分にを使えば相手に伝わるだろう。そういう、まあ、調べるっていうんで調べて、あ、これだったら Google に引っかかったから通じるっていうのを、まあ、やります。で、例えば、この経済系ですよね、スタンダードプアーズのこの格付けのニュースなんかは、もうパターンが決まってるんですね。なんで、日本学科の学生は経済の新聞を見た瞬間に卒答するんですけど、いやいや、中身はよくわからなくても大丈夫、まずはよく見て、それで日本語、この知っている単語から、Google にかけていけば、日本の経済ニュースに引っかかる。で、ハンガリーの格付けがなくても、イタリアとか他の国の格付けのニュースが引っかかる。で、表現はほぼ同じだから、それを利用すれば、翻訳ができますよっていうのをやっていきます。まあ、例えばホテルのホテル関係の翻訳だと、例えば、ブッキングコムなんかだと、50何言語でホームページ出していますから、自分で翻訳しなくても、ブッキングコムのホームページで言語を変えるだけで、翻訳がある程度できてしまったりしますし、ハンガリーのその政府系の機関の名前なんかも翻訳するのは結構大変なんですけど、そういう時は、まあ、サイト検索で、大使館とか外務省のサイトをまず探して、で、そこでどういうふうに翻訳されているか調べようと。もしそこで見つからなかったら、まあ、その
それに準ずるジェトロとか、あとは個人のブログなんかも当たって、もし見つかったらそれが Google でどのぐらいの頻度で使われてるか見てみて、あまりにも少なかったらちょっと置いといて別のものを探しましょうとか、まあ、そういうことをやります。ということで、まあ、最近の悩みなんですけど、まあ、午前中にもありましたけど、悩みの原因はこれです。こいつ、このディープ L 翻訳があまりにも優秀すぎるという問題です。この左側のハンガリー語を Google 翻訳にかけると、建設工事の皮むきのヘルメットを着用しなければなりませんって出るんですね。この皮むきのヘルメット、明らかにおかしいのはハンガリー人もわかるんで、じゃあ、このフェイベードっていうハンガリー語なんですが、このものは実際にはどういう日本語に翻訳すればいいかっていうのを、まあ、コーパスを使ったり、画像検索を使ったりして、あるいは他の辞書を使ったりして探していくっていう。あと、着用しなければなりませんって、ちょっと口語的なので、こういうのは看板かなんかで出てくるものだから、もっとその、文語と言いますか、もっと書き、言葉的な日本語に直す必要がある。じゃあ、それどうするかっていうので、例えば、ヘルメット着用で、例えば辞書と義務って出てくるから、義務とのコンビネーションでどういう表現があるかっていうのを調べていって、Google の中でどれが一番たくさん使われているかを調べて、じゃあそれを当てはめていけば、そんなに大きな問題がないだろうっていう、そういうのをずっとやってきたんですけど、この DeepL にかけると、工事現場では頭部保護用ヘルメットの着用が義務付けられています。もうほぼ完璧に出てきてしまうんですね。なんで、授業で今までこのルールを見つけたり、調べて見つかったっていう喜びを感じながら授業をしていたのが、ほぼ全部飛んでしまうという、時代の流れなんですけど、でもその楽しさ、翻訳の楽しいのってそこなのになと思いながら、でも時代を見沿うと、やっぱこれをやっていかないとなっていうので、ちょっとそこは悩んでるんですね。もちろんこの DeepL 翻訳ってやっぱりすごく役に立って、私も外国語の文献なんかを読まないといけないときは、もうほぼ100%、もうめんどくさいんで、DeepL に全部コピー&ペーストして、読んじゃいます。そうすると、1日に5本でも6本でも論文とか記事読めるんで、非常にありがたいんですよね。あと、今のウクライナの問題でも、例えば、Twitter って、地域検索ってできるんですよね。キエフから半径10キロ以内のツイッターだけ検索できるんですよ。そうすると、ウクライナにいる人のツイートがだけが出てきて、そのウクライナ語とかロシア語で書かれているものを AI じゃなくて DeepL に入れていけば、日本語で全部読める。そうすると、報道ではいろんなこと言われてるけど、その現地の人の生の声っていうのが分かって、変なデマに惑わされない。ハンガリーは今ですね、報道の自由がほぼないんで、出てくる情報はどれが本当かも全然わからない状況になってきてるもんですから、やっぱり自分で実際はどうなんだって、そういうのはこういう DeepL 翻訳すっごく役に立つ。で、今はその英語の翻訳を学ぶアプリっていう、DeepL が翻訳し、DeepL を先生にするアプリもあるんですね。こういうウェブサイトでできるんですけど、まず日本語で好きなことを書いて、その内容を自分で英語で翻訳してボタンを押すと、DeepL 翻訳が添削をしてくれる。あるいは別のやつだと、日本語の難しいのが出てきて、それを自分なりに翻訳して、で、ボタンを押すと DeepL が翻訳してくれるっていう、すごく面白いのがある。だからもう DeepL がもう先生として使われていると。で、この英語年齢診断テスト、私やってみたら12歳、全然英語ができないことが分かったんですけど、そうやって何回も自分が訳したものをディープレイを翻訳としてやれば、ネイティブの先生がいなくても、ある程度通じる英語を書ける。で、これがハンガリー語バージョンとか日本語バージョンってものができてれば、もう自分でどんどん練習ができるんですね。なんで、役に立つんで使いたいと思いつつ、その授業の楽しさが全部吹っ飛んでしまうということと、テストを書かせるときに、もう本当に授業を一生懸命やって、自分なりにいろいろ調べて翻訳しましたっていう
学生のテストの役より何にも考えずにとりあえずディープに入れてそれをコピー&ペーストして答えを書いてくる学生の日本語の方が分かりやすいってことがやっぱあるんですよね。でそういう時にこれどうやって点つけるんればいいんだろうっていうところで、まあ、迷っています。で、まあ、今のところできそうなところっていうのは、まあ、例えば上の、ハンガリー語の翻訳で Google の後まだ10年前の古い映画館は、現在閉鎖されていますで、ちょっとそのまだ言うと意味がわからないんですけど、下だと10年前に営業していた古い映画館は今閉鎖されています、わかりやすいとなってるんですね。でもハンガリー人が見ても日本人ハンガリー語分かる人が見ればこの黄色いまだという部分が翻訳されてないっていうのは分かるんですね。これ再翻訳すればもっと明らかになるんで、こういうとりあえずはこういう DeepL がカバーできてないところを探してそこも補えるようにする練習というか、まあ、完璧に翻訳してしまう場合も多いんで、こうテストとかだと先に調べて DeepL が完璧に翻訳できてないものだけ選ぶ必要が出てきてしまうんですけど、まあ、そういうところをもうちょっと見ていくしかないのかなと、今のところはですね、そういうふうに思っています。ということで、皆さんの方でもっといいアイデアなどありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。